はい、こんにちは、レトスドームです。今回なんですけれども、借地条件の変更について解説いたします。土地の所有者、地主と借地権者との間の借地契約において、一定の条件が付されていた、一定の条件があった場合、その条件を変更する時の内容になってきます。内容としては2つあるんですけども、まず1つ目が建物の種類だったり構造だったり規模、または用途を制限する旨の借地条件がある場合の話です。例えば借地条件で、この土地には木造の平屋建て1階建ての建物しか建てちゃダメですよみたいな条件がついていたといった場合、法令による土地の利用の規制の変更などによって借地条件の変更が適当であるにもかかわらず、例えば法令によってその土地については木造平屋建てが建てることができなくなった、高さの制限があって2階建て以上の比較的高い建物しか建てることができませんよ、まあそういった法令変更があったというのであれば、まあその法令変更に借地条件も適用させなければいけないですよね。なので木造の平屋建てに限るというような借地条件だと、これ適当じゃないんですよ。まあそのような場合ですね、借地条件の変更が適当であるにもかかわらず、当事者間に協議が整わないとき、つまり地主と借地権者との間での協議がうまくいかなかった、まあそういった場合、裁判所は当事者の申し立てにより借地条件の変更をすることができますよ。つまり地主だったり借地権者が裁判所に対して借地条件変更してくださいっていうふうに申し立てをします。で、裁判所が内容を見て、あ、これは借地条件変更した方がいいなっていうふうに判断したのであれば、裁判所の権限で借地条件を変更することができるよという話ですね。で、続いて借地条件の中に増改築を制限する内容が記載されていた、つまり増改築しちゃダメですよというような借地条件が付されていたといった場合の話です。通常こういった増改築を制限する旨の借地条件がついていると、増改築したいときは借地権者は地主の承諾をもらわないと増改築できないんですね。ただし土地の通常の利用上相当である増改築について、当事者間に協議が整わないとき、まあなかなかイメージしづらいんですけども、まあちょっとした増改築ぐらいであれば、まあそれほど正直問題にはならないんですよね。にもかかわらず、当事者間に協議が整わないとき、まあつまり地主が承諾してくれないときといったイメージです。このような場合、裁判所は借地権者の申し立てにより地主の承諾に代わる許可を与えることができます。つまり借地権者は裁判所に対して、地主が承諾してくれないんで代わりに承諾してくれないでしょうかというふうに申し立てができるんですね。で、裁判所が内容を見て、まあこれくらいであれば増改築 OK でしょうっていうふうに判断したのであれば、裁判所は地主の承諾に代わる許可を与えてくれます。で、この許可を借地権者がもらうことができれば、地主の承諾がなかったとしても増改築が可能になると、まあいう話です。これが右側の話ですね。まあ、今回2つ解説したんですけども、まあ、内容的にはそれほど難しくない内容なんですね。で、違いについては誰が申し立てるかというところが違います。左側については当事者の申し立てによりということなので、これは地主から申し立ててもいいですし、借地権者から申し立ててもいいんですね。で、一方でこれ増改築禁止の話になってくると、増改築したい人というのは借地権者なんですよね。なので、まあ、借地権者からこれは申し立てるっていう話なんですね。これ地主から申し立てるっていうのは内容的にはおかしくなっちゃうんですよね。なぜなら増改築禁止っていう条件があって、これを外したいわけじゃないですか。つまり増改築させてくださいっていうふうに主張したいわけですよね。で、それに対して地主が承諾してくれれば、まあ、それは何も裁判所に申し立てる必要ないんですけども、地主が承諾してくれないから裁判所に申し立てをするわけですよ。で、これを地主が裁判所に申し立てるっていうのは内容的におかしいわけですよね。あくまで不利益を被っている借地権者から裁判所に申し立てるっていうのが適当じゃないですか。だからこちらについては借地権者の申し立てによりと
というふうになっております。まあ、これは内容をちゃんと理解していただければわかる内容だと思います。ぜひ頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。